本酒文化大使を務めさせていただいています小島みなみです。同じく桜真奈です。この度私とおじちゃんとそして愛知3人のなんとオリジナル日本酒が発売されることになりました。やったー、嬉しいね。嬉しいですね。記者会見をさせていただいてからそんなコーナーで1年越しということなのでもう形になってすごく嬉しいです。その名もつや酒。なんか嬉しいね。つやつやっぽい、なんか飲んでつやっぽくなっちゃうお酒。そうですね、分かってるんですかね。先ほどあの中身の試飲をさせていただいたんですけれども、甘みはあるんですけど後味がすごいすっきりしててとても飲みやすいので幅広い方に楽しんでいただける日本酒になってるなって思います。お、素晴らしい。ありがとうございます。さすが大使。さすが大使ね、でも本当に幅広い方に飲んでいただければと思いますので、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。じゃあ、ケンちゃん、うん、以上、さくらママと小島みなみでした。バイバイ。バイバイ。茜彩です。普段は女優業や歌手活動をしております。そして日本酒が大好きです。酒フェス2021ぜひご来場ください。お待ちしてます。はい、国酒の宴プロデューサーの上杉隆久です。国酒の宴は、今回の東京酒フェス2021の、スピンオフとして開催します。下ではちょっと楽しめないような、お酒とかから、歴史にまつわる有名人の、末裔の人たちからなかなかあの普段ではお目にかかれないような、昔スプーン曲げをやってた秋山先生、今はもう結構おじさんになってますが秋山先生から、ファンの多いムーという月刊誌の三上編集長、などなどですね、ちょっと何の宴なのかなっていうのは分かんないけれども、とにかく日本酒いろんな方面から楽しめるような、イベントにしたいと思ってますのでぜひいらしてください。いろんなものも売ってます。よろしくお願いいたします。長曽我部元親の五男坊の末裔の18代目になります長曽我部幸親と思います。今回この日本酒のイベントに、出させていただくことになりました。日本酒に詳しいわけではないですけれども、日本酒を、多くの人に知ってもらいたいと思っておりますので、ぜひ皆さんに、おいでいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、真田徹と申します。真田幸村、ただ数えて14代目になります。江戸時代は先代の方に、伊達藩に仕えておりました。この度あの北州の宴というのにあの出させていただきます。よろしくお願いします。スピリチュアル&超常現象研究家の秋山でございます。ね、あの今回お酒のプロデュースということで今記者会見終わったところでございますが、大変面白かったし、なんかねちょっとそのパワースポットと日本酒っていうのはそもそも長い歴史のある分野なんですけれども、今パッとでのこう怪しい世界ではないんですよ本当はね。あの日本の本当に伝統文化と言ってもいいと思います。それを今また新しい形で、皆さんに問いかけられればというふうに思っております。ぜひ、お酒の日本酒の奥行きを皆さんにも楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございました。日本一怪しい雑誌ムーの三上と申します。この度は酒フェスということで、まあ酒といえばですねいろんな神事、密儀、儀式には欠かせないもの、まあ、ですから今回の酒フェスは、まあ、ある意味一つの祭り場である、さらにはそういったところに神様が降臨する、いろんな精霊が集まる、きっと何かが起こる、奇跡が起こる、怪しいことがあると期待しております。よろしくお願いします。酒フェス来てね。